皆さんこんにちは、マンダルギルビジです。では今回は、信長予防革新パープキット、上杉景勝、家康を討つ、続きをプレイしていきたいと思います。関ヶ原合戦シナリオを使って、上杉景勝、直江兼続が関東へ乱入、家康を討つという仮想戦記をプレイしています。前回までにですね、江戸、小田原といった関東の大半、さらに上田城にこもる家康を撃破したというところまでプレーを続けています。ただ家康は馬を持っているので捕獲できず逃走されています。現在はですね、徳川の反攻が始まっていまして、江戸城に攻撃を受けているという状況です。ただこの江戸城の防衛に関してはですね、関東の黒人衆と連携、さらに江戸城自体がこの巨核4万の耐久性を生かし、さらにまだ半ばではありますが、要塞化を進めていたというところもあってですね、防衛の方は順調に進んでいます。一方、味方の方は、浅野の軍勢に駿府城の強襲をお願いして、軍が今3万出撃したところですね。で、我々はこの後、岡崎城を攻略していこうと思います。この岡崎城はですね、小田原に出兵した関係で兵力が少し減っているので、この機を逃さずですね、我々は、全軍を持って出陣して、これを叩いていきたいと思います。まずは先遣隊から出しましょう。最上義昭。1万。これを岡崎城へ。承知しました。さらに、上杉景勝。主力。1万5千。これも出撃させます。石田隊は岐阜城の攻略に入ってますね。ここは、この機を逃さず確実に我々も撃破していって、まずは岡崎城を奪い取りたいと思います。さらに直江兼続1万、これも出しちゃいましょう。合計3万5000の軍ですね。3倍の軍を用意して岡崎城を攻略。駿府から増援、これは来ないと思います。今駿府城はね、浅野勢3万が攻撃に向かっています。さらに岐阜城も石田勢が攻略中ということがあるので、岡崎城に救援は来ない。この状況下で一気に岡崎城を踏み潰しましょう。江戸城の防衛は成功してます。徳川勢は撤退を開始。豊臣恩子の大名が豊臣に滅ぼされてるっていう微妙な構成になってきてますけどね。まあ、豊臣とは仲良くしておきましょう。あくまでも今回は家康を討つというのがね、ゲームの目的になってますからね。では岡崎城の攻略戦、先陣は最上義昭、本陣は上杉景勝1万5000、さらに五詰めとして直江兼続1万と、完全にね、盤石の構えを用意しています。まずはこの鉄砲矢倉邪魔なので、鉄砲矢倉を、攻撃しちゃいましょう。うまく鉄砲矢倉を破壊して岡崎城に取り付くことができれば、撃破できるかなと思います。東海の黒人衆は味方につけてますので、協定に従い出陣してきてくれてますね。この黒人衆馬鹿にならないですからね、ありがたい。最上義昭の部隊の減りがちょっと早いのが気になるかな。想像以上に減りが早いですね。高節祭が死んだか。高節祭が死ぬと上田城の修復作業が滞るので、これを行わせましょう。高節祭はな、使えてくれた期間はすごく短かったな。そして駿府城の攻略戦失敗したな。これによって駿府から敵兵が押し寄せてきてますね。これは岡崎城の攻略が完了する前に駿府城から家康が救援にやってきますね。最上義昭隊は壊滅。しかも捕らえられたか。最上義昭が捕獲されたんだな。これは放ってはおけないな。増援を出しましょう。雪村頼むぞ。我が幼少期を救出しましょう。敵の数決して多くはない。これだったらまだまだ
家康が来たとしても戦える。家康の救援早いな。もうここまで来たか。岡崎城で五詰め決戦になるとはちょっと思わなかったですね。殲滅せよ。さあ雪村の部隊も到着。黒人衆もさらに増援を送ってくれてますね。このままだと義明が捕らえられて処刑されてしまう可能性すらあるので、何が何でもここは岡崎城救援しましょう。やるな。ここは雪村と家康。いや強すぎんだろう。家康の戦法一発で2000が削られるのか。恐ろしいな。火力は抜群ですね。さすがに。ここは槍車からの連携が発動して一気に城を落としたい。ならないか。落としたかったな。できればそこで落としたかった。家康隊も撃破できる。ただこれさ、今の見ました？家康100兆位しかいなかったのに雪村に2000のダメージ。まあ確かに雪村は騎馬隊ではあったとはいえ、とんでもないダメージだな。敵部隊壊滅しました。家康隊はただ撃破しましたね。中山隊も撃破壊滅しました。これであとは岡崎城を囲んでいるので潰していきましょう。大激戦になりましたけど、このままいけば岡崎城の攻略はできそうかな。家康はすでに脱出してますね。城主は加藤義明。さあ岡崎城を制圧。無事に義明は戻ってくれたかな。敵兵はこれだけ捉えてますね。加藤義明も誤爆してるか。早速ここは城を修復して徳川の反撃に備えましょう。では岡崎城からは最上義明を出陣させて雨マスクを落としておきます。まあ、無事生還してくれましたからね、最上義明はね。岡崎城攻略戦の中、一度は敵に捕獲されましたけどね。再び江戸城の攻略戦、敵が展開してきているようですね。ここは、まあ、しっかりと防衛を行っていきます。佐竹から結城城攻略の支援依頼が来てますね。これは支援しておいて問題ないでしょう。家康からの返還の使者、これは断固拒否。全員処刑しましょう。豊臣と徳川のバトルも本格化してますね。これであれば小牧山城、清洲城、岐阜城と残り徳川の城決して多くはないと思います。はい、ではですね、岡崎城の攻略完了して浜松港も制圧しています。まずは捕虜を処刑していきましょう。まあ、全員一応ですね配下にならないかという誘いをかけようとしたんですけども、まあ、全員拒否するようなので、まあ、加藤義明とかでもったいない逸材ですが、まあ、死んでもらいます。これで徳川と上杉のミリタリーバランス変わったんじゃないかな。上杉家現役43人、徳川家38人、兵力12万、
我々が兵力15万と逆転しましたね。まあ、最大兵力は徳川ではなく、今や豊臣という状況ですね。もうこのまま家康を滅ぼしていきましょう。前田慶次がここで、没しました。1612年ですね。まあ、よく働いてくれましたけど、前田慶次が没して、また人材がね、一人減ってしまったというところです。で、豊臣秀頼にはですね、上杉の、まあ、姫君、タマちゃんを押し入れさせて縁戚関係になっています。ではですね、関東に出兵していきたいと思います。唐沢山城が落とされています。佐竹の城ですね。これを落としたがゆえにですね、関東で徳川がまた勢力を盛り返しつつあるという状況になりかねませんので、ここはですね、一度この唐沢山城を奪還するために兵を送っていきたいと思います。さあでは、唐沢山城の攻略戦入っていきましょう。結城城1万7000が5詰めにやってくる可能性があるというのは頭に入れておきたいと思います。もうこれ佐竹の城だったところなんでね、佐竹が積極的に動いてほしいところなんですけども、佐竹は、我々の要請を無視する形で動きませんでしたね。さあここはやっぱり出てきたな。遊戯城から援軍が出てきましたね。花房隊7500、まあ、うまく撃破していきましょう。お味方が、まあ、市場なんで防御力は決して高くない城ですね。なのでここは同士討ちからのコンボを狙って一気に敵兵を減らしていきましょう。関東の黒人衆がうまく戦ってくれてるおかげで、唐沢山城は防衛、攻略できそうですね。このままうまくすれば、結城城も取れるかもしれませんね。松平忠直隊が、さらに、やってきているようですが、すでに唐沢山城は、落城間近というところですね。このまま結城城の攻略も、やっちゃいましょう。唐沢山城は攻略完了です。あとはこのままの勢いで結城城を攻略しちゃいましょう。敵兵の数決して多くはない。これだったらこの勢いに乗じて一気に結城城を取っちゃいましょう。承知いたしました。最上義忠隊も出てますね。この後最上義明も唐沢山城から出撃したいと思います。浜松港にここで敵家康自ら出陣か。まあ、ただここは正直言ってですね、実はこの浜松港は捨ててもいいかなと思ってました。で、浜松港を捨てて岡崎城で防衛する。そのために岡崎城のこの右側、まあ、浜松港側って言ったらいいんですかね、こんだけの大防衛ラインを敷いてますからね。ここは浜松からは撤退したいと思います。浜松からは無事撤退完了ですね。浜松など家康にくれてやろう。代わりにここ岡崎城で敵を迎え撃つ。さらに結城城もね、このまま攻略進めちゃいます。結城城の制圧が完了しました。これで関東中心部から徳川勢を排除した形ですね。あとまあ下宇佐に久留里城、あと岡本港が残っていますが、まあこれもね、佐竹と連携して撃破できると思います。残っている徳川側の城決して多くはないですね。本庁としては今ご紹介した下宇佐の久留里、家康がいる本拠地駿府、それと岐阜、これくらいですかね。なんで残り城一気にね、潰していきたいと思いますが、今回はここまでさせていただいて、次回ですね、今お話した久留里城、駿府城、清洲城、岐阜城と
いったところを撃破していきたいと思います。